皆さんこんにちは。今回の動画はさくらんぼの茎で草木染めに挑戦します。さくらんぼ狩りに行ってたくさんさくらんぼを取ってきました。実際に毛糸を染めるところまで動画を撮ったので、ぜひ最後までご覧ください。では早速染めていきます。今回使うものたちです。さくらんぼの茎は測ったら 60g でした。焼きみょうばんと木酢酸鉄液は焙煎に使います。焙煎についてはまた後で説明します。重曹は茎を煮てあまり色が出なかった時のために少し入れようと思います。お鍋にお水を2リットルぐらい入れました。火にかけて沸騰するまで待ちます。茎を煮ている間に染める毛糸の準備をします。今回染める毛糸は2種類で、これはソックヤン、ウール 85% とナイロン 15% の靴下を編む用の毛糸です。海外のサイトから輸入して買いました。こっちはウール 100% の毛糸です。もともとは毛糸の玉の状態で売っていました。手芸屋さんで一玉200円ぐらいで買いました。このカセ取り棒でカセの状態にしました。染めるときはカセの状態の方が染めやすいです。
染める前に糸を石鹸で洗っていきます。羊の油が糸についているらしいので、それを取っていきます。この今使っている石鹸は最近買ったばっかりで初めて使います。これがなかった時は洗濯用の洗剤を使ったりしてました。それでも代用ができると思います。茎の方を見ていきます。沸騰して10分経ちました。色を確認します。薄い黄色色でした。ピンクになる予定なので色があんまり出ていないのかなと思ったので、重曹を少し入れていきたいと思います。入れすぎたら茶色くなってしまうので少しの方がいいです。これでどんくらい色が出るかまた見ていきます。このあと30分ぐらい煮たんですけど、あまり色が変わらなかったので一回冷まして酸化させて色が変わるか様子見ていきたいと思います。染める毛糸を焙煎していきます。先ほど紹介した通り、今回は焼きミョウバンと木酢酸鉄液の2種類を試します。焙煎というのは糸を染める前に色がよく染まるようにする工程です。多分ネットで調べた方が詳しく載っているので、ぜひ調べてみてください。この木酢酸鉄液は手芸屋さんで買ったんですけど、今回初めて使います。匂いがすごくきつくて苦手な匂いでした。鉄の焙煎をすると色がグレーっぽく暗く発色するみたいなので、とても楽しみです。これは焼きミョウバンで焙煎をした糸です。以前やった栗の渋皮染めや桜の木の染めの時と色が似てるなって染めている時は思ったんですけど、水洗いをしてみると思ったより濃くピンクが出ていて、とっても可愛くて嬉しいです。ソックヤンよりウールの毛糸の方が薄く染まりました。
染め終わったので水洗いをしていきます。これは焼きみょうばんで焙煎した糸です。すごく濃いピンク色になってくすみピンク、大好きなくすみピンクになったのでとっても可愛くて嬉しいです。こっちは木酢酸鉄液で焙煎した糸です。同じ茎を煮た液につけたのにさっきの糸と全然色の出方が違くてびっくりしました。色は紫っぽいグレーっぽい色になりました。Thank you.